構変えたものも本当に嬉しくて、ブランド初めて見たんだよね。びっくりしちゃってタイミングが。あ、重い重い、片手じゃ持てないよ。皆さんこんにちは、今回は去年1年前にも全く同じ動画を配信させていただきました。同じ内容の新年のお買い物購入品紹介をしていきたいと思います。はい、今回も去年と同様で、そうですね、いろいろお買い物しました。で、なんか去年も同じことを言ってたんですけど、あんまりこうセールに狙ってお買い物を例えばそれまで控えたりとか、なんかそこまでセール命っていうタイプではないじゃないんですけど、まあなんか最近それが楽しいと思えるようになってきたので、あとまあそうですね、中身を開けてご説明したいと思います。で、こんな感じのラインナップで結構ボリュームがあります。てか結構大きい袋が多い。じゃあちょっと順番にご紹介をしていきます。何からするか迷うな、どうしよう。じゃあ手前にあったのでこちら、 2GM クラスでお買い物をしてきました。これは新年母親と青山の 2GM クラスにお邪魔した際に、まあ、どちらかというと母の買い物の付き添いで行ったんですけど、そこで私が急遽見つけて可愛いなと思ったのに、こちらです。アニンビンのキャップです。アニンビンは私ずっとインスタフォローしてて可愛いなって思ってたんですけど、どこのセレクトショップに置いてるかとかあんまり分かってなくて、でそれでふとしたタイミングで見つけちゃったので買いました。で、なんかさ、この黒いキャップを探してたんですけど、まあ、黒じゃなかったんだけど、なんかこのカーキまでいかない柔らかいカーキみたいな、この感じがカジュアルだけどちょっとマイルドに仕上げてくれる感じがしたし、あと持ってるキャップと全然違って違いが出せるなって思ったので買いました。結構ね、いい色味を出してくれます。春夏っぽいし、これからでもなんでセールなんだろうってくらい春夏っぽいく着れそう、使えそうなんで、めちゃくちゃ嬉しいなと思って買いました。ちょっとね、何パーオフになってるかっていうのはもう切られちゃっててわからないんですけど、多分13,200円の 30% ぐらいだったんじゃないかなと思います。はい、一つ目はこちらでした。二つ目はバランス的にじゃあ、はい、こちら H ビューティー&ユース、いつもの私の大好きなお買い物コースなんですけど、今回はね、ちょっとお洋服はあまりちょっとピンとくるものがなくて、今回はね、インナー下着を買いました。で、ちょっと全部はお見せできないんですけど、私がすごい好きでインスタをフォローしてたラブストーリーズっていう下着のブランドがあるんですけど、そこのブランドがね、まさかのお取り扱いがあって、なんか私さっきのアニンビンも一緒なんですけど、好きだけどどこに置いてんだろうって思ってわからなかったっていう、こちらですね。じゃーん、超可愛くない？こちらのラブストーリーズってこういうタグのブランドなんですけど、めっちゃ可愛くて、インスタの中でもすごい、あのね、写真も可愛いし憧れてたんですけど、なんかこういう紐の感じとかも、なんかなんでこのインナーをお見せしてるかっていうのも、なんかこう自分が実際につけるインナーを見せて、ちょっとなんかだらしないとかそういう話じゃなくて、どちらかというとこう白 T とかの時にこう紐が見えても可愛いよねとか、なんかレースの感じも可愛いので、例えばちょっとこう脇のところから見えてもおしゃれだよねみたいな、おしゃれ使いのアイテムとして買っているので、まあ、インナーというよりかはこうちょっと見せながら使えたらいいなという枠で買いました。で、これにセットの下セットのパンツとか
他にも可愛いのがあったんですけど、その辺はちょっと今回はあの普段使いもしそうなので、こちらだけお見せしたいんですけど、ラブストーリーズの下着を3点買いました。 30% オフとかになってて、これもめっちゃありと思って、去年は伊勢丹で下着のセールを狙ったんですけど、今年はそれの狙い目があんまりなかったっていうのもあって、はい、 H で買えてめっちゃ嬉しかったです。はい、こちらが H でした。で、次にはね、こちらモマの購入品をご紹介していきます。おっきすぎるな、ちょっと、よいしょよいしょ、重いのよ、よいしょ、重くて、こっちだ、はい、こちらです。わかりますでしょうか。ここではね、私新しく年末てか、あのインスタグラムで発表したんですけど、はい、あのお仕事のでも新しい進展があったりとかがあるので、オフィスを新しく構えておりまして、オフィスで使うあのフラワーベースを探していて、可愛いのがあったので買いました。こちらです。どうでしょう、超可愛くないですか、このいびつな形とホワイトと白の配色がすごい気に入って、あのめちゃくちゃ気に入ってこちらを買いました。で、しかもなんかこれアウトレットセール品みたいな書き方してたんですけど、全然傷もないし、ちょっともともとお高いものだったのでセールになっててすごいありがたくて、で、フラワーベースなんてすごいずっと長く使うものになると思うので、ちょっと奮発して買いました。奮発して、まあ、でも2万円台ぐらいになってました。多分1万円オフぐらいになってたのかな。これを新しいオフィスに飾って可愛くあの出社をして可愛い気分の上がるオフィスにしたいなと思っているので、こちらを買いました。この日重かった、持ち運ぶのすごい大変だった、重くて。はい、ですね、残るは2つなんですけど、こちらの2つは御殿場のアウトレットに行って買ってきました。じゃあ先にロンハーマン、もう私さ、御殿場のさアウトレットのロンハーマン行ったの初めてだったんですけど、超品揃えが良くて神ですかってなりました。で、結構買えたものも本当に嬉しくて、じゃあ1点目、こちらの、はい、お洋服です。まずロンハーマンのオリジナルのお洋服なんですけど、はい、この襟付きのリブのトップスを買いました。どうでしょう、可愛いですよね、これで、色もベージュですごいベーシックカラーで、春まですごい使いやすいと思って買いました。で、ロンハーマンのこういうリブアイテムね、すごい昔から好きでいろいろ買ってたりしてたので、ちょっとこれはもう試着なしで即買いという感じで即決まったアイテムになります。かわいいわ、もうさ早く着たくてしょうがなかったんですけど、皆さんにちゃんとこの開封動画を撮りたいなって思ってたんで、着ずにちゃんと貯めてました。はい、次はこちらのニットショートパンツです。これはね、ブランド初めて見たんだよね。デザイナーズリミックスというブランド。ちょっと初めまして。コペンハーゲンのブランドなんだ。というブランドのニットパンツをゲットしました。で、これは、なんかスウェットの下に履いたりとか、なんかこっから先春になるタイミングで、ちょっと上はまだ重いけどとかっていう時に履いたら可愛いなと思って買いました。でもう少しここの下がブルマっぽく上がってても好きだったんですけど、あんまりこうブルマっぽすぎると履いてく場所を選ぶので、ちゃんとこうパンツっぽい形っていうのが見えていいなと思って買いました。これはねすごいお買い得だった気がする。1万円台になってたんです。お買い得でした。で、こっからがまたびっくりするほど、いや、びっくりするアイテムだったんですけど、何って、私この御殿場のアウトレットに行く前日に伊勢丹に行って
大好きなタイツのウォルフォードっていうブランドがあるんですけど、伊勢丹の下着売り場の端のあのタイツコーナーでいつも買ってて、そこに行って、あの別にセールじゃなくてもいいからプロパーでタイツを買おうと思って行ったんですよ。で、そしたらそこでいろいろちょっと白いタイツとかも悩むなみたいな話したんですけど、まあいっか今回じゃなくて、で諦めた次の日にアウトレットのローハーマンに行ったら、なんとウォルフォードのセールがありました。すごくない？このタイミング。てかウォルフォードセールなるんだと思って、いやマジで前日にプロパーで買わなくてよかったってなりましたね。びっくりしちゃって、タイミングが。でこれとかはちょっと黒の、このデザインで色は黒で、なんとね3850円になってたりとか、あとこちらは、こちらも一緒で黒で、このデザインの黒で3850円、あのね半額ぐらいになってたりして、奇跡。もう私5店舗の1店舗目がロンハーマンだったんですけど、テンション上がりすぎちゃってもうバカ買いでした。いやめっちゃ嬉しかったね。タイミングっていうのもあって、とにかくびっくりしちゃって、こちらの 4.5 ロンハーマンで購入しました。はい、残るは最後一つになりました。こちらの最後はボッテガーで、アウトレットでお買い物をしてきました。超重いのよこれ。でさ、新年に新しい名刺ケースを買ったんですけど、それもボッテガだったから、なんかちょっとタイミングがボッテガと今いい相性のタイミングが来てるのかなと思いつつ、うわ、あ、重い、片手じゃ持てないよ。じゃん、こちらは何でしょうか。もう分かりますね。では開けていきたいと思います。これ本当に可愛くて、見た瞬間びっくりしちゃった。本当じゃんじゃんじゃん、こちらのボッテガのベルベットベロアのシューズサンダルでございます。どうでしょう、どうでしょう、超可愛くないでしょうか。ねえ本当に可愛いよね。で超重いんだけどさ、こんな感じわかるかな。あ、分かった。こっちに光を当てた方がベロアのシューズ感伝わりますか。ちょっとさ、ベロアかベルベットかわかんないんだけど、その冬っぽさもありながらサンダルで、なんかそのマッチングも可愛いし、重厚感がすごいあって、ドレスアップした時とかにも超可愛いなと思って買いました。このヒールの部分もね、ちょっとデザインが入っていたりとかで、あとはこの結構何センチだろうな、15ぐらいあんのかな、 10はあるかぐらいある高めのヒールっていうのも、ちょっとこう高めのヒールが欲しい時もあるんですよ。ちょっとなんかお呼ばれのタイミングだったりとか、綺麗にしたい時っていうシューズのために、これはマジでありと思って買いました。なんとボッテガさんで3万7000ぐらいだったかなになっていたので、超お買い得じゃないこれ。だってシューズ3万、サンダル3万円台ってそもそもさ、そのぐらい全然しちゃうものだから、それがボッテガで買えるなんてって思って、一回だけお店を出てちょっと他も見ますって言って悩んだんですけど、その後即買いしました。こちらでした。ありがとうございます。以上で全ての購入品のご紹介が終わりました。はい、今年もまあ、なんかお洋服が多いっていうよりかは、いろいろ小物とかファッション小物が多いセールだったんですけど、まあやはりセールはそういった秋冬のものもいいんですけど、これからも使えるファッション小物に手を出すタイミングとして最適だなって今回も改めて思いました。
で、あとは、まあ、今回ちょっとご紹介してないんですけど、最近すごいファーフェッチでお買い物してて、この前行った結婚式とかもファーフェッチで買ったドレスとか、ピアスとか、あとまだ着てないドレスも一個買ってたりとか、すごいハマってて、セールが結構激アツなので、あのなんかまあそれはまたインスタとかでご紹介したいと思うんですけど、その辺のネットとかも使ってお買い物を最近しておりました。はい、今回の動画はこんな感じです。皆さんもね、あの年末じゃない、年始にどんなお買い物をしたか、どこのセールが激アツだったよみたいな情報があったらぜひ教えてください。はい、では皆さん今日も見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。